速稼塾の久保です。今日もね、あなたにお金が儲かる方法を紹介したいと思います。スマホで5分か10分だけで1500円、まずはあなたに入ります。そしてこの1500円最大でかける50回、ね、50回も入るわけですよ。総額いくらになりますね、すごいでしょ。これぜひ手にしてくださいよ。それではこちらの方に画面切り替えます。それでですね、今日紹介したいのはみんなの銀行というアプリの横にある第一生命ネオバンクってやつですよね。はい、もう言うまでもないんですけど、みんなの銀行と全く同じやつが出てきました。まあ、今後ね、こういうふうなスマホバンクといいますか、ネットバンクオンリーの銀行口座がたくさん出てくるんじゃないかなと思います。当然紹介料もあります。皆さん期待してください。紹介料1500円です。みんなの銀行より大きいですよ。で、次の画面なんですけども、このようにアップストアとかね、 Google Play からダウンロードできますよと。まあなんせ第一生命の銀行ですからね、ご存知でしょう。保険会社第一生命、保険会社といえば金融機関ですから、いつかこういうのが出てくるんじゃないかなとは思っておりました。はい、で私の場合はね、本人承認がスマホで全部完結しましたので、たったね10分ぐらいで全部終わりましたね。で、必要なのは免許証と紹介コードです。紹介コードがなければこれやることができないんですよ。ですので紹介コードはこちらに出しておきましたので、これを使ってください。見てください。友達紹介キャンペーン1500円って書いてあるでしょ。まあ私もね、最大50名まで紹介できるんですよ。で、そのたんびに私の方にも1500円入るんですけども、これはちょっとね許してください。そして今回この第一生命ネオバンクを作るあなたにも1500円が入ります。どうですか。下の方を見てください。この紹介コードを入れないとこれね、1500円もらえないんですよ。私も、あなたも。だから、一緒に1500円もらいましょう。まあ私が1500円受け取るのは、悔しいなと思う気持ちはわかりますけども、あなたにも1500円入るんでね。で、これやらなければ、私たちにお金入りませんから。で、最大50名までなんで、これね、50名になるまで一生懸命紹介していきましょうってことなんですよね。まずは、身の回りの方から、ご家族の方からね、2人3人紹介してもね、ちょっとしたランチ代、ディナーのお代金になるんじゃないですか。はい、これがですね、実際の私が今作ったばかりのネオバンク、第一生命ネオバンクの画面になります。このように、まあ実際使うかどうかはね別にしてですね、作っていただくとこうやって第一生命のこう支店名とね、銀行口座出てきますでしょ。それから ATM の入出金が5回まで無料ですからね。それから振り込みも5回まで無料でしょ。今まで手数料かかっていたわけじゃないですか。いやだからね、これそれだけでもやる価値があると思います。はい、ということで今回は以上です。すごいですね、助かりますね。必ずこれ動画見た後に下の概要欄に紹介コードを貼っておきますので、それでやってください。第一生命ネオバンク、スマホからアプリをダウンロードしてプロフィールを作ってください。で、お手元に免許証があるとスムーズにことが進みます。後の書類は何にもいりません。すごいでしょ。はい、このアプリね、顔承認ですっとログインできますからね、使い方もむちゃくちゃ簡単です。絶対にダウンロードして、そして紹介コードを入れてこのアプリ使ってください。そして1500円まずはゲットしてください。どうぞ。